でしょうか。生徒さんが確認される準備が整ったようなので続きましてプログラムナンバー14番斉藤文さん、発表会に向けて一言いただいております。また懐かしい曲を選んでしまいました。同世代なら誰でも知っている曲なのでプレッシャーもありますが、頑張れが届くように私も頑張ります。曲は人に優しく。